を開始します。アークス各員はクエストカウンターより至急任務への参加を。ゆきこちゃんの中の人です。どのクエストにする？緊急クエスト、あ、ノーマルしかない。大丈夫かな。中の人です。今日はシップ1の方で遊んでいます。ちょっとアイテム倉庫の方を整理して、キャラクターを整理しようとしてやってきました。新しい緊急クエスト、どれ？シップ1ではチームに所属していて、チームのマスターからゆきこちゃんもノーマルリーナエリアに行ってノーマルの方行ってきなよって言われたので行ってみています。ダーカーの塊でしょうか。うわー気味悪いです。始まった。アークス支援システム、まずいです。始まっちゃう。急いでいきます。間もなく。これが一番のエンドコンテンツ。目的は深淵のダークファルスダブルを殲滅し、深淵なる闇への道をつけた。双子。星を喰らおうとするタイミングを手始めにたくさん生み出したのはダブルかな。それにしたって。まあ、黒い。尋常じゃない数だけどさ、あのダブルの壁を突破しない限り、深淵なる闇の本体にはたどり着けない。そうして時間を稼いでいる間に深淵なる闇は星を喰らい尽くし全宇宙へと広がっていくつもりだ。そんなことさせるわけにはいかない。ここで食い止めなければ世界が終わる。でも大丈夫、君なら絶対に大丈夫だよ。演算なんてする必要もない。まがまがしいね。君は大丈夫と信じてる。うわぁ、なんだろうこれは。どうしよう、結構ムービー長かったです。みんなもう始まって終わってるんじゃないかな。あ、始まった。みんな動いてない。あ、やってやってる。あ、いきなり、そして職が久しぶりに起動したのですが、あ、死んだ。起こしてくれる人いるかな。すいません、こちらがエピソード4のいきなりラスボスみたいです。で、あ、ダメージ通らないです。じゃあ復帰してまだ1日目なんで動きが、え、もうあとわずか。あ、これ倒れたんじゃないかな。終わった。
はまだ続けるの？プレイステーション4なんで、すごい画面がパソコン版でやってた時よりすごい、あとビータの方でやってた時より、道が開かれた。目的は他の強大な目標を打ち倒すことのみ。細かな指示や命令はありません。完全と戦い、必ず生還してください。絶対に。あ、また連続でバトル。なんだこれは、大きな巨大な花。でやっていますので大丈夫かなと思います。今はエミに逆転、本当に初見、完全初見です。私がプレイステーションビータで最後にやった時はエピソード3のラストボスだったかな。あとダークサル敗北者、ルーターっていう名前の敵と戦ってました。それ以降、はい、一人になっちゃった。あ、ダメだ。これでやらないとダメ。何だろう、今一瞬。何だろう、ダーカーの。あ、レベルが上がった。いった。この緊急はすごい経験値上げるのにすごい美味しいようで。固まった。どうしよう、地球が半分壊れてるです。巻き戻りました。仕事もなかったのかのように戻った。コングラッチュレーション。あ、わー、綺麗。あ、はい、ドロップ。あ、今オートでチャットが、なんかレアな、まだ、あ、レベルが低いんで、まだ15なんで、すごいね。なんだろう、すごいかっこいい。よし、じゃあこれで戻ってまた繰り返して受けていく感じです。すごい綺麗です。ここな、どこだろう、メメリウスかな。死んじゃったですが、スランプでクリアです。こちらを、はい、チームのマスター、今現在チームのマスターがすごい一番難しいモードですごい周回して強い武器と狙ってるみたいです。ゆきこちゃんはまだ始めたばかりなので、レベル上げのために通っていきたいと思います。マグもまだレベル1のマグかな。本当にちょこっとプレイステーション4版の様子を見に来たので。では1回のみの戦闘となりますが、
見てくださってどうもありがとうございました。なぜか職務レンチップ1の方はレンジャーじゃなくてブレイバー、あれ新しい職だったかな、もっと新しいサムナーっていう職も出てましたが、こちらもシップ1のゆきこちゃんです。では見てくださってどうもありがとうございました。またゆきゆき実況動画 PSO2 上げていきたいと思います。それではまたね、ゆき。